ストレイキッズは、ネットのサバイバル番組、ストレイキッズを通じて選抜された、韓国の8人組男性アイドルグループである。JYP エンターテインメント所属。2018年3月25日にミニアルバム、I am NOT でデビューした。2017年10月17日に JYP エンターテインメントとネットが作成したサバイバル番組ストレイキッズの放送がスタート。12月19日にサバイバル番組ストレイキッズが放送され、参加者9人全員のデビューが決定。2018年1月8日にプレデビューアルバムミックステープを発売。同作にはサバイバル番組ストレイキッズで披露された自作曲7曲が収録された。3月26日に発売されたミニアルバム I am NOT で正式にデビュー。2019年3月25日にホースミニアルバム CLH ミロを発売し、アメリカの iTunes アルバムランキングで1位を獲得。6月19日にファーストスペシャルアルバム CLA にイエローウッドを発売。10月28日に、ウジンがグループからの脱退及び JYP エンターテインメントとの契約解除が発表され、以降8人編成で活動することとなった。12月9日にフィフスミニアルバム CLA レバンテを発売。12月26日にファーストデジタルシングルミックステープ Gone Days を発売。2020年3月18日に発売されたベストアルバムスキズ2020でソニーミュージックレーベルズのエピックレコードジャパンから日本デビュー。6月3日、日本ファーストシングルトップジャパニーズバージョン-を発売。また4月より日本で放送されたテレビアニメ真の塔の主題歌としてトップジャパニーズバージョンとスランプジャパニーズバージョン-が使用された。6月17日にファーストフルアルバム合成を発売。表題曲、神のミュージックビデオは8月27日時点で総再生回数が1億回再生突破し、デビュー後初となる1億回再生突破となった。11月4日、日本ファーストミニアルバム、オールインをリリース。2021年2月、ヒョンジンが学生時代のいじめ疑惑により活動休止。4ヶ月の謹慎期間を経て6月に、グループ活動に復帰した。特記を除き、公式サイトのプロフィールに準拠ミニアルバムフルアルバム、リパッケージアルバムスペシャルアルバムデジタルシングル、配信限定ベストアルバム OST、シングルミニアルバムベストアルバム。ありがとうございます。